の水からマナの力を感じる。ここの上の方に変な横穴があったよ。ウィスプがいるかもしれない。みんなで倒せ。
神獣が封印を解いて復活しちゃうかも。仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出して聖域への扉を開きましょう。あ？あら？こんなとこに穴っぽこが。シャルロット、こっちから帰りたいでち。
お前らのおかげで滝の洞窟の結界が消え、労せずして聖都ウェンデルへの進行が可能になった。その礼をさせてもらっただけのことだ。ありがとうよ。よし、行くぞ。マナの木が枯れていく。聖剣を抜く勇者を見つけ、マナの女神様を覚醒させなければ。人間界の光の司祭様にこのことをお知らせしましょう。さあ、手遅れになる前に急ぎましょう。残りの力では人間界まで持たないよ。残りの私の力、あなたに託すわ。頑張って。私たちももう限界、あとはよろしくね。勇者を見つけ、必ずマナの木を救って。静かにしろ。誰も来やしねえよ。およよ、あんた誰？ここは何なんでちか？俺はフォルセナの剣士、デュランだ。ここは城塞都市ジャドの地下牢。ビースト兵が気絶したお前らを運んできたぜ。まったくあいつら許せねえ。俺の寝込みを襲いやがって。普段なら絶対奴らには負けねえ。
お前らも似たようなもんだろう。まあ見てなって、奴らに一泡吹かせてお前らも助け出してやるからさ。こら、何を話している。おとなしくしろ。おい、そこのお前、獣臭いぞ。くせえ、たまんねえな。なんだと。貴様許さん、下がってろ。おい、出てこいよ。逃げようぜ。よし、じゃあ港に急ごう。この町から脱出するんだ。船が一隻だけあるはずだ。獣人たちがウェンデルに攻め込んで、町の警備が手薄になったら船を出すと、俺が捕まる前に町の連中が話していた。急げば間に合うはずだ。お前ら体力を消耗しているな。そこの女神像にお祈りして回復しといた方が良さそうだな。さあ急げ。全滅させたようだな。めっせえ、すぐに叩きつけやるぜ。
倒せ。さっさと乗ってくんな。もう出航だ。船が出るぞ。にしてしまった。マイアに逃げたら急いで残りの精霊たちを見つけないと。あ、なんだこれ。ダサダサデッチ、こんなフェアリーさんで驚くとは。あんたさんまだまだお子ちゃまデッチね。フェアリーさんはマナの扉を開くためにマナストーンのそばに住む精霊さんたちを探さなきゃいけないんデッチ。ああ、じゃあお前か。光の司祭が言ってたフェアリーに選ばれたやつってのはずっと探してたんだよ。オイラ、カールを生き返らせたい。あんたは、あんたも何か生き返らせたいか。まあ、まあ、俺の話を聞いてくれ。ある夜、俺はいつものように城の警備についていた。そこに奴が現れやがったのさ。俺は一瞬で奴の魔法の前に敗れ去った。俺は剣術しか能がねえ。俺の親父も剣士だった。その剣が魔法の前に核も無力だとすると、俺はこれから何を信じて生きていけばいいのか分からなくなっちまう。だが俺は負けねえ。奴を倒すことによって俺の親父が命を懸けた剣の道が
魔法よりも優れていることを証明してやるんだ。もちろん今の俺の力では到底勝ち目はねえ。そこでクラスチェンジが必要と考え、国王陛下に暇をもらって司祭に会いにウェンデルに行ったわけだ。いつの日か必ずあいつを見つけ出し絶対に勝つ。おいフェアリー、答えてくれ。もしかしてお前らと一緒に行けば俺の願いも叶うのか？もちろんよ。世界最強の剣士になれるかも。一緒に行きましょう。よっしゃー、俺も行くぜ。聞いてみる？賛成でち！そうするでち！ボンボヤジだ。君たちは誰だ？いや、そんなことはどうでもよろしい。いいところに来た。とにかく裏庭に行って待っててくれ。何かと聞きたいのだろう。まあ待ちたまえ。マイアとフォルセナの間は吊り橋一本しか道がないから、遠回りの上危険なモンスターだらけの黄金の街道を通らねばならず、何かと不便だが、しかしわしが今作っているスーパーキャノンマーク2ならひとっ飛びで行けるようになる。もうすぐ完成なのだ。というわけでわしの自慢終わり。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。気に入ったぜ。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。お目が高い。なかなかの品だな。気に入ったぜ。目が高い。いい仕事してるでち。またのお越しを。
しゃい。お前たちと一緒の船でジャドから逃げてきたのさ。噂じゃ聖都ウェンデルの光の司祭様が命がけの結界を張り獣人たちの侵攻を防いだそうだ。ところがだ、光の司祭様はそのために不治の病にかかり倒れてしまったらしいぞ。ウェンデルでその病を治せるのはヒースって神官だけだっていうのに、その神官も行方不明らしい。これじゃ司祭様助からねえかもしれんよ。おかわい。そんなおじいちゃんが大変でち、すぐ戻らないと。シャルロット、無理だ。ジャド、戻れない。オイラたちは司祭様のためにも早くマナの剣手に入れヒース探そう。魔導士を倒すまでフォルセナに帰らないと決めていたが、まさかクラスチェンジもせずに戻ることになる。逃がさない。
行こう。